安住紳一郎の日曜天国。おはようございます。2月25日日曜日、朝10時になりました。安住紳一郎です。おはようございます。中澤由美子です。皆さんはどんな日曜日の朝をお迎えでしょうか。今日の関東地方は雨雪の一日になります。東京港区も朝7時ぐらいからでしょうか、雨が降り出しています。冷たい雨ですね。東京の降水確率午後 80% 夜 70% です。この後もずっと雨の一日ということになりそうです。寒いですね。気温が4度ですね。そして多摩西部、秩父、群馬では平野部でも午前中は雪になる見込みです。もう降ってるっていうことでしょうね。予想降雪量は群馬の山間部で25センチ、平野部で8センチ、箱根、多摩地方、秩父地方で10センチの予報です。多摩地方ですから、どの辺ですか。八王子とか町田のあたりですよね。そうですね。雪ですか、雪になってますかね。10センチですか。気温はほとんど上がらず寒い一日になります。予想最高気温、東京、横浜、熊谷で6度、千葉、水戸、宇都宮で7度、前橋で4度の予想です。先週ね、25度になるかならないかみたいな日がありましたので、寒暖差という一言では片付けられないくらいの本当季節4ヶ月分ぐらいの落差ありますからね。そっか、そうですよね。そうですよ。もうね、雪っていうところが多いんでしょうね。確かにこれで気温あと2度3度下がったら雪ってことですもん ね。 そうですね。東京港区もでも河津桜は咲いていたり、はい、本当にすごいことだと思います。そして明日26日月曜日、関東地方朝までに雨は止み、日中は晴れ間が広がります。気温は上がり、東京の最高気温13度の予想です。なんだか天気が先週くらいから大きく1週間で変わってますが、今週も月木金と傘マークがついていますね、東京ですと。そうなんですね。そうですね。火水が晴れ、火水晴れ、はい、火水土晴れ、月木金雨。なんかゴミの出す日みたいな感じで、ちょっと後で落ち着いてみるかみたいな感じですね。一瞬で覚えられませんね。とりあえず月曜日だけ考えましょうか。そうですね。月曜日は朝までに雨は止み、日中晴れ間が広がる関東地方ということですね。朝までに雨は止みって朝何時なんでしょうね。それによって随分違いますよね。3連休明けの月曜日だから、そう、雨降ってるとね、思い切って仕事辞めちゃうなんてね、そんなことにもなるし。いや、ありますよ。300人に1人ぐらいは、もうめんどくさいなんて言ってね、もう仕事ごと辞めちゃおうなんて言って、ありますからね。月曜日の天気大事ですよね。月曜日のことはまた後で考えればいいか。そうだね、そうだね。まだ日曜日の午前中だから。そうです、そうです、3連休まだ続いてるから。そう、ついついね、大人になると先々考えちゃうね。そうで、憂鬱になっちゃってね。憂鬱になっちゃって、もったいない、もったいない。そう、キリギリスでいけばいいんだよね、しばらくね。そうしましょう。そうすればいいんだよね。そう、最後まで3連休だから、飲めや歌えやで今日の日曜日の午後10時半ぐらいまで行きましょうね。夜11時ぐらいになってから、あっなんて言ってね、明日から月曜だなんて言って、雨降るらしいよなんて言って、やだなんて言って、準備できてないよなんて言ってね。そうですね、嫌な気持ちはちょっとに圧縮しときたいです。そう、そういうことですよ。まだだって3連休の3日目だもんね。そうです、始まったばっかりよ。3日目が始まったばっかりですよ。そうねえなんて言いながら、私自身がもう間ができちゃってね。無理にはしゃいで、その反動が早速来ちゃってっていうことはありますね。ありますね。3連休3連休なんて私も口で言ってますけど、私自身が1日も休んでないですね。本当よね。そう、土日が一番きついっていうね。そんなことはいいんです。うっすら涙出しながら喋ってますから。
そうそういいんですなんて言って、今日もねまたこうして楽しくラジオ番組ができて嬉しいです。先週御料牧場の話しましたけれども、 BSTBS での放送もあったということで見ていただいた方いらっしゃったようで、心よりお礼を申し上げます。ありがとうございます。いろいろお便りも来てましてありがとうございます。この方は宇都宮のれいちゃん64歳の方なんですけどね、先週の放送聞きました。私は高根沢町の出身です。今ちょうど御料牧場があるところですよね。町民にとって御料牧場はとても誇らしく親しい場所です。私が中学生時代自転車で15分くらいのところに牧場が移転してきて、ね、先週話しましたけども、ちょうど昭和44年、1969年に千葉の成田から移ったんですよね。自分が中学生の頃に牧場が移転してきて、千葉からたくさんの転校生が来ました。やっぱりそうだったんですね。この方がちょうど中学校の時、御料牧場で働く職員の方々の子供たちです。栃木弁とはアクセントの違う転校生たちとすぐに仲良くなり、日曜日には御料牧場の敷地にあるお宅にお邪魔したり、職員専用の施設に案内してもらったりしました。また昭和天皇がいらっしゃった時は図工の時間に半紙で日の丸の旗を作りました。それから自転車で牧場に行き、沿道に並び陛下の車が通り過ぎるまで皆で旗を振りました。今と違って警備もそれほど厳重ではなく、陛下のお近くに行くなどということはなかなかできない経験で、子供ながらに感動したことを覚えています。ラジオを聞いた同級生から、みんなで旗振ったよね、牧場が来た時懐かしいねという LINE が来ました。番組で御料牧場の話をされていたので、高根沢町出身でよかったなと思ったのです。ありがとうございます。いや本当にこちらもね嬉しくなりました。ねえ、牧場がね移ってきた時のことを、ね、中学生で転校生がたくさん来たっていう記憶とともにね覚えてらっしゃるという。そうですかね。あとはね、成田空港第一ターミナルビルがちょうどまだね、コンビニエンスストアのレシートなど見ると御料牧場という住所が残ってますなんていうねこともレシート送ってくださった方なんかもいらっしゃってありがとうございます、わざわざなんかレシートコピーしてメールに添付してね、私の話信じてないのかっていうね。いや実際ね目で見るとやっぱりあそうなんだって分かってます分かってますけど分かってますけど、あ、自分でね実際にあのお買い物してあそうなんだってね、レシート印字されててあ本当だって思って嬉しくなってね、私の元に送ってくださったんでしょうけどね。嬉しいけどなんか、なんか信じられてなかったのかなみたいな気持ちにもなる。冗談嬉しかった ねそう。それから先週木曜日はテレビの中継で静岡県にお邪魔してきたんですが、今は静岡市清水区と言っていますけども、昔の清水市ですね、清水港のあるところ、いいですよね。なんとなくもう清水に行くって言って新幹線静岡で降りて東海道線で清水まで2駅ぐらい戻るんですけども、もうその東海道線の電車乗ってる時からもう清水港に行くってなんかちょっと嬉しいじゃないですか。そんな感じありません？そうですね、開かれた海に行くんだぞっていう、ね、駿河湾の富士山が見えてね、日本の松原があって、白砂青松っていうの、白い砂青い松みたいな、なんかこう、まあ、特に私北国出身だから静岡のあの海岸線とかに憧れが強いじゃない。そうすると清水港の名物って歌いたくならない？あ、そうですかね、ならない？ちょっと私世代古いのかな。さすがずっとね歌ってたのね、清水の次郎長さんの歌ね、そしたら若い AD さんとかがさ、その歌何なんですかなんて言って知らないディック見ねえなんて言って、またジェネハラだって言われちゃうんだけど、すぐ YouTube で検索してなんて言って、そうですね、ほらみんな美空ひばりも石原裕次郎も全員歌ってるでしょなんて言って、名曲だよなんて言って、そっかと思って、ずっと歌ってた。そうですか、そうか、清水の次郎長ですね。そうだよね。あ、そっか、中澤さんもあんまり親しみないか。あ、そうですね、自分から歌が湧いてきてしょうがないっていう感じではないですね。あ、そうかそうか、聞けばはそかそかと思います。そうね、
あ、なんかじゃあ今歌って恥ずかしかったな。すいません、いやいや。いやいや、うん、そういかんいかんと思いました。あ、本当、あ、そっか、はい、なんか足柄山とか行くと金太郎の歌歌いたくなるみたいな。それはなりますね。それはなる、はいはいはい、あ、よかった、足柄山のですね。そう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 、はいはいはい、うん、こうぐまにまたがり大馬の稽古、はい、しどうどう、はい、どうどうみたいな感じ。そうです、ね、歌いたくなるよね。なります、うん、それはもう金時山登るときずっと歌ってます。あ、そうか、あれ金時山か、うん、っていう山がありますね。足柄山もあります。あ、もちろん。そうかそうか、はいはい、うん、もう足柄サービスエリアに着いただけで歌っちゃうの。そうか、うん、もう気持ち上がっちゃうよね。ほら、またさ、大人になってから関東に来たからさ、なんかその小さい頃全く見ることもなかった地名をさ、初めて見た時の感動とかがあるからさ、これかっていうね、うん、あ、これのことなのかとかさ、うん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 、そういう感じがね、ね、あるんだよね、あれ、横浜のあの、ほら、あそこの氷川丸公園とか行ったら赤い靴履いてたって歌いたくならない？あ、それはそうなんだ。何なんだろう、俺なんかものすごく動揺で記憶を醸成してんのかな。そうですね、いいですね、情緒がありますね。あ、そう、あ、あの麻布十番のね、うん、あの広場でも赤い靴を歌いたくなりますね。あ、そう、なんかその辺から連れてかれたみたいよ。麻布十番も赤い靴関係あるんだ、うん、へえ。麻布十番になっちゃうと私はもうあれだな、なにわ屋さんのたい焼きになるから、泳げたい焼きくんとかできちゃうな。毎日毎日って出ちゃうな。ごめん、若い人吐き気催してる。大丈夫、本当にごめんなさい、ごめんなさいね、すみません。もう前頭葉が崩壊してるから思いついたらすぐ出ちゃうんだよね。うん、そうか、清水港良かったな。そうでしたか。ちょうどほら、三保の松原の三保っていうところがあるんですけど、三保半島ってちょっとね、こう駿河湾に本当にこうカニの爪のような、恐竜の手のような感じでこうフックが出てるんだけど、うん、すごくいいところで地引き網体験などもさせていただきましたけれど、曇ってたんですけどね、綺麗に晴れてると富士山などが見えて、さらには清水エスパルスの合宿所とかね、 あとはウエスタンリーグに今年から参加することになりました静岡のプロ野球、新しい球団ができましたけどもね、その新しくできた球団の皆さんが近くで合宿キャンプをしているなんて話も聞きながら、へーなんて言ってね、新しい清水静岡の話も聞きながら、知らないことがたくさんあって驚いたも驚いたりもしたんですけども、あとはあの中継行きますと、そこの地元の放送局の皆さん方と一緒に仕事をするということもありまして、これは視聴者の皆さん方にとっては特別関係のあることではないんですけれども、それもまた私自身にとってはすごく刺激になり、系列局ということで業務提携をしているそれぞれの地域の放送局で働いている皆さんと一緒に仕事をするということなんですけれど、皆さんが思っている以上につながりっていうのがそんなにこう直接的に結びついている放送局ではないので、あのネットワークによってはしっかり結びついているところもあるんですけど、私たち TBS テレビが入っている JNN ネットワークっていうんですが、 TBS 入れて28局あるんですけども、そんなに資本関係とかが一緒だったりするところが少ないので、それぞれの放送局の文化があるんで、現場に行くとなんかやっぱりこう、あ、企業文化とか企業風土が違うとかね、そういうのを感じて楽しいですよね、そういうのって。へ、なかなかね、見る機会がないですからね。ないんですよね。そうなんですよね、うんうんうん、で静岡はSBS っていう静岡放送っていう放送局なんですけども、ラジオとテレビやってるんですけれども、 SBS は静岡新聞という、静岡多分50万部ぐらい日刊誌あるんですけども、まあ非常にね大きな新聞社ですが、そこの新聞社の放送局なんですよね。まあのって言って怒られるかな、どうか分かりませんけど、確かね、非上場のはずなので、本当に静岡新聞が 100% だと思いますね。うん、なのでもうそういう雰囲気ですよね、やっぱりね。あ、そうですか。親会社が新聞社っていう感じのね、で、なんていうかな、行くとねすごい歓迎されて、もうほんと、え、こんなに歓迎してもらえるんだと思って、なんか涙出てきそうなぐらい感動しちゃって、なんかやっぱりそういう企業風土があるんですね、なんかね。私がちょっと挨拶とかちょっとしたなんかこう宣伝の収録ものとかでお邪魔したんですけど、スタジオから出たらたくさんの人がね、お見送りに来てくださって、本当に大げさじゃなくてね、200人ぐらいこう見送りに来てくれるんですよ。と思って、なんかどうしちゃったんだろうと思って、そしてなんかちらっと聞いたら、やっぱりなんか館内放送みたいなのを流してもらって、まあ、TBS から安住が来てるっていうことで、
気分よく帰ってもらおうじゃないかということで、皆さんが、ね、お見送りに来てくれるんですよね。暖かいなと思って、うん、もうこんなんで悪く思う人なんか誰もいないなんて思ってさ、歓待されちゃって、いやこういう企業文化があるんだなと思って、素晴らしいなと思って、まあ、どなたかがね働きかけたのか、そういうもともと習慣でやってたのかは分かりませんけれど、なんだろうね、やっぱりこう東海道の真ん中に位置してるから、なんかこう旅人をもてなす文化みたいなのが脈々と DNA 的にあるのかな、 あるのかな、なんか温暖な気候でいい人たちが多いのかなとか ね思ったりね、とか西から東からどっちから来ても客は歓迎しようみたいな、なるほどね、うちは東海だからみたいな、そうか、なるほどね、全方位全方位ね、東から横浜であろうが東京であろうが、まあ、名古屋であろうが大阪であろうが歓迎するべしみたいな、そうですね、どうする家康、真ん中だからみたいな、ね、いろいろね、こう資本関係が、例えばなんだろうな、皆さんだと信じられないかもしれないけど、まあ、船会社が親会社だったりする放送局もあるし、コンピューター会社が親会社っていうか、まあ、その株主、大株主でいたりするとまたそういう雰囲気になるしね、あとは地方自治体が株主に入っていると、まあ、やっぱりお堅い感じの社風になるよね、あとはうちは労働組合が強いんですよねって放送局もあるし、そうするとやっぱり働き方がカク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 っていう、こういう、まあそうなんだっていうことになったりとかね、しますよね。そうですか、比較的ね、TBS は株主が細分化しているので、特別こうどこかの株主に強く影響されてるっていう放送局ではないので、またそういうふうに感じるのかもしれませんけどね。あとね、そうそう、静岡放送 SBS ラジオの鉄崎幹人さんっていう、名古屋でずっと活躍されていたタレントさんが今静岡でラジオをもう20年ぐらいやってると思うんですけども、その人の午前中9時からお昼くらいまでやっていますわさびっていうラジオ番組に呼ばれて、そこにも出演してきました。嬉しかったですね。ネットニュースになっていましたね。ありがとうございます。なんかね、そういう交流もあったりして楽しい一日になりました。あと皆さんに分かりやすいところで言いますと、分かりやすいところで言いますとっていうとちょっと生意気ですけど、放送するときって、スタッフの人がね秒数を逆算してくれるんですよね、カウントね、5秒前4、3、2なんて言って、で SBS はねまた独自の文化があって、9秒前の9、まあ、10秒前9、まあ、私が言った時は15秒前から全部カウント始まってたんですけど、9って絶対言わないんですよね。で、え、なんで9って言わないんですかって言ったら、9って言った瞬間にどうぞの合図の9との勘違いされる人がいるんで、それを避けるべく私たちは10秒前9つと必ず言いますって言って、え、面白くないですか。経験あります。私前の会社そうだったんです。9つ派、はい、または言わない派、言わない派、いや、はい、私たちも、ね、言わない人はいるんだけどね、そう、15秒前、10秒前、9つ、5秒前ってとかね、9つ、8、7ってカウントダウンするときに9ではなくて9つって言ってて、9つって言うんだと思って、確かに、そう、ちょっとね、心の中ではじゃあ言わなきゃいいのにとかさ、あと、いや、そんな9秒前とさ0秒勘違いしないよなっていう気持ちがね、あったりもするけれど、いや、でもそれはさ、ね、きっと私たちは本番前にこれぐらい間違いを起こさないっていう強い決意で臨んでますっていう意思表示なんだよね、きっとね、指差し確認的な、それは間違いないけど、9と9つが間違ってしまう可能性があるから、ここは9とは絶対に言わない、それぐらい間違いは起こさないつもりで仕事に臨みます。10秒前9つ、8、7、6、5秒前4、3、2、1言わないよ、9ってことね。まあそういうことだよね、多分ね、そういうこと、そういうことですね、そういうことだよね、サブリミナル的に毎日毎回ね、そういう風に言ってるとさ、やっぱりそういうことでしょ、火の用心みたいな、そういうことだもんね、そうね、すり込みっていうか、なんていうの、そうね、ガスよし、戸締まりよしみたいなね、ハンカチよし、お財布よし、定期券よしみたいなことでしょ、口に出して言うみたいな、絶対間違いないみたいな、
なのかなと思った。もうしばらくずっとその人と一緒に作業してたからさ、もう9つが聞きたくなってしょうがなくて録音させてもらった、うん、寂しくなるなと思って寂しくなるなと思って、うん、9つ、ね、いつでも聞けるように、ね、いつでも聞けるように9つ出していた俺のスマートフォンにも。で俺も仕事できるなと思ってさ、俺あれだよ、うん、でその9秒後には自分の仕事しなきゃいけないんですよ。それまでにスマホ立ち上げて録音機能をさ立ち上げてさ収録して、2秒ぐらい前に録画ストップボタンを押して自分の仕事やるんだよ。そうじゃあ、うん、わざわざ言ってもらったんじゃないの。そう、うん、リアルなやつを、うん、リアルなやつをね、うん、結局全然仕事に集中してない。そうねやったぜなんて、すげえな俺と思って、結局俺すげえかうるせえって、ええー、と思った。びっくりした。収録させてもらったわ。そうですか、うん、逆収録だよね、うん、向こうは向こうでさ、うん、ほらなんか、うん、静岡の皆さん安住紳一郎ですなんて言ってさ、朝の番組はザタイム旬な情報をお送りしますなんて言って、朝は SBS6 チャンネルなんていう風にね、いう収録の前にね10秒前9つって言ってあ収録しようと思ってなるほど、お互いにね、お互いにね、私にとってはすごく興味深かった話なんですけど、皆さん聞いてくれてますよね多分大丈夫だと思います。中澤さんがお勤めになっていた長野の放送局も9つ、9つまたは言わない派だったですね。でなぜかというとやっぱり9と間違えるからっていうふうにやっぱり教わりましたですね。そう、で9って言った時にやっぱりそこで間違う方いらっしゃるんだよね、やっぱねきっとね。どうなんだろうな、うん、あとは10秒前は10秒前まで言うから、はい、9っていう音を入れる、9つっていう音を入れる隙間がないから、もう次は飛ばして8、7っていうんだ。そうですよね、っていうような、うんうんうん、はい、でもなんかやっぱりその9つっていうのがねなんかすごくもう聞きたくなっちゃって、うん、そうなんですね、やっぱそれでリズム整うんだろうねきっとね、静岡にお邪魔して楽しい一日になりました。お世話になった皆さんありがとうございます。なんかあの地引き網のところもね、あのラジオを聞いてらっしゃる方が来てくださってありがとうございました。さて今日のメッセージテーマはこちらです。謝りたいこと。大阪府からいただきましたマチルダさん、40代女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。初めてメッセージを送りますということでありがとうございます。ナイスハッスル。謝りたいこと。私が20代の頃、決算のある月でとても忙しく、少しでも寝たいという気持ちが強く、電車で座りたい、座らせてくださいと始発駅で電車に乗り込みました。わかるね。半分閉じた目と座りたいしか考えていない頭で座席を見渡します。空いている、しかも端、お願いそこに私を座らせてくれとふらふらと歩き、ささっと腰を下ろしました、するとううといううめき声、違和感を感じ座りながら振り返るとそこにはおじさんが座っていました。私はあまりにも座りたい気持ちが強すぎて、座席と同じような色のパンツを履いていたおじさんを人と気づかず、その人の膝の上に座ってしまったのです。もう動揺しあわあわする私、すみません座席と同じ色だったから謝罪の言葉もそこそこに、恥ずかしさから逃げ出してしまった私、あの時のおじさま本当に申し訳ございませんでした。私子供を産んでから息をしても太っています、どすこい何それあ当時はもっと軽かったよってこと、ね、そうね、うん、そうか、もうね眠くてフラフラで、そう、もうね、わかりますよ、もう半目だから、もう半目で、ね、あそこだと思っちゃったんですね。で電車の中の40分、1時間寝られると思ったらね、そうです、最高だもんね。でもう、あ、開いてると思ったらね、きっとね、そう、ね、なぜか奇跡的に端が開いてるって端は取られがちですからね、端がね最初に、誰か座りがちだけど、あ、開いてると思って、もう、うわ嬉しいってなって行ったら座席の色とほぼ同じ色のスーツを着たおじさんが先に座ってたっていう上前橋市のちかちかさん、女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。謝りたいこと。66歳の夫が布団に入るたびに寒い寒いというので、冬だからねとか、加齢による冷え性だねなど適当に答えていました。先日ふと夫の布団のシーツを見たら、夏用の冷感ひんやりシーツでしたそういえば
まずは私のだけ冬用ポカポカシーツに変え、夫のは後でなんて思ってすっかり忘れていたのでした。慌ててこっそり冬用に変えておきましたよ。わかる、効果あるんですね、やっぱり、ね、いいよね、わかる。今ね、いろいろ冷感とかねあるもん ね、下着とかもね。そう、でも下着とか肌着なんかもあんまり大きく冷感とか書いてなかったりするから、あれこれはあったかいやつだっけ冷たいやつだっけなんて ねなりますよね、うん、来てからひんやりになってですね、もうわかんない、うん、そう、もうペンで夏とか冬とかね。そうですね。クーマさん、女性の方ありがとうございます。ありがとうございます。私の謝りたい人は息子です。長男がまだ幼稚園児だった頃の話。我が家の長男は夜寝る頃になると誰もいない2階の部屋に一人で行き、一人で寝ていました。えらいね。こんな楽なことはなかったのに、私は怖がらないなんて子供らしくないなと思ってしまったのです。その日から2階のあらゆるところに隠れ、本気で息子を脅かすということを繰り返していました。こちらも本気なので長男は毎回声を上げるほど驚いていました。かわいそう。数日経つとビビりながら、お母さんいるんでしょ、お母さんどっかいるでしょと言いながら芸人さんばりにドアを開けたり、隠れていそうなところを予想したりと長男なりに頑張っていましたが、ある日ついに一人で2階に行けなくなってしまいました。他のことはちょっと違う意味で母親が隣にいないと安心して寝られない子になってしまったのです。ねえ、そんな長男も今は一人暮らし、安心して寝られているようです。ごめんなさい。ちょっとね、多分、うん、ちょっと、うん、お母さんなりに構ってみたくなったっていうことでしょ。そうなんです ね、うん、ちょっと本気で脅かしすぎたのかな。うん、ね、皆さんからのメッセージお待ちしています。メッセージの受付電話番号は 03-3584-0954、 ファックス番号は 03-5562-0954、 メールアドレスは日天@tbs.co.jp、 NICHITEN で日天@tbs.co.jp です。抽選で5名の方に日天ノート、3名の方にはカルピスセットをプレゼント。さらにメッセージを紹介したすべての方にイラストレーター総留恵子さん作のオリジナルポストカード、私の中の左官をお送りします。今日のテーマは謝りたいこと、皆さんからのメッセージお待ちしています。中継コーナーです。今朝は柳沢玲さんです。おはようございます。おはようございます。おはようございます。横浜八景島近くの金沢漁港に来ています。はい、こちらで1万人以上が訪れる人気イベント海産物フェスタを5年ぶりに開催中ということで、雨土砂降りなんですけれども、あららら結構お客様は大勢いらしています、うん、でこのフェスタ、干物やわかめなど海産物をお得に買えたり、美味しい食べ物もありますし、遊覧船にも乗ったりできますが、中でも大人気なのが生海苔のむしり取り体験です。幅2メートル、長さ18メートルに巡って、張り巡らされた網に取れたての黒い海苔がもうびっしりそのままついていまして、大人1000円、中学生以下500円で、焼きそばの屋台の焼きそばパックぐらいのプラスチック容器に生海苔を詰め放題なんです。なので皆さん傘さして今無言で海苔をむしり取っています。はい、傘さしながらカッパ、傘さしながらカッパの方もいらっしゃいますが、もう、はい、皆さん真剣です。海苔漁師歴30年の黒川正則さん、横浜でも海苔取れるんですね。そうですね、黒川ですけど、まあ、あの歴史は古く明治時代からこの辺で川と山水と海水と混ざって塩分濃度が低いから柔らかい海苔が取れます、はい、おでこちらで取れる海苔、野島海苔と言われる高級品だそうなんですよね。海苔漁師さんは今もたくさんいるんですか。昔は200軒ぐらいいたんですけど、今は3軒で、他の商売ができるなら移りたいかなと思っています。なぜかというと、はい、やっぱり食害とか、鴨とか、はい、黒鯛いろいろ食べられちゃうんで、あいろいろ大変です。続けるの大変なんですね、はい、そんな貴重な横浜の生海苔のむしり取り体験、
ちょっと先ほどむしり取ってきたんですが、あの雑草を抜くように簡単にもう掴んで引っ張ると面白いぐらいに抜けるというか、むしり取ることができました。で、洗えばそのまま食べられるということで、ちょっと食べてみますね。いただきます。うん、うん、これは意外です。あの失礼かもしれないんですけど、黒川さんごめんなさい、すっごいいい磯の香りするんですけど、はい、ビニールとかオブラート食べてるみたいに何の味もしません。あの基本生海苔はあの風味と香りを楽しむもので、うん、生で食べても味とかはないですね。じゃあこの感想で合ってるんですね。そうですね、はい。ちなみに漁師さんおすすめの食べ方はありますか？味噌汁、酢の物、天ぷらなど、うん、結構いろんな食べ方があります。天ぷら美味しそうだな。いいですね、うん、はい、じゃあ今日帰ってやってみます、うん、金沢漁港の海産物フェスタは午後3時までです。黒川さんありがとうございました。はい、3時までやってます。よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。時刻は10時42分です。さばいて日天、今朝の担当小沢光輝アナウンサーです。おはようございます。おはようございます。それでは先週起こったニュースがわかる日天ニュースフラッシュです。まずは2月20日火曜日、各地で気温が上昇。群馬では高崎、桐生、伊勢崎の3地点で最高気温が25度を超える夏日となりました。同じく火曜日、女優山本陽子さんが亡くなりました。81歳でした。22日木曜日、日経平均株価が3万9000円を突破、バブル期の1989年12月に記録した史上最高値を34年ぶりに更新しました。23日金曜日、天皇陛下が64歳の誕生日を迎えられました。同じく金曜日、日本相撲協会は弟弟子に暴力を振るっていた幕内北青鵬の引退と、師匠で元横綱白鵬宮城の親方への2階級降格処分を発表しました。おしまいは昨日24日土曜日、東京多摩市のサンリオピューロランドにテロを予告するメールが届き、この日の営業を取りやめる騒ぎとなりました。それでは今日お伝えするテーマはこちら、14億人が飲み始めたら。ブラジル、グアテマラ、エチオピア、インドネシアといえば何の産地でしょうか？ガテマラって言ったらもうコーヒーしか思いつかないけれど。はい、そうです、正解です。コーヒーですね、うん、世界有数大国としても知られていますが、ちなみに生産量1位はブラジル、ベトナム、コロンビアと続きます。このランキングで最近コーヒーのイメージの薄いある国が存在感を増しています。それがインドです。インドといえばダージリンにアッサム、生産量世界一の紅茶王国ですが、そうですよね、はい、一方でコーヒーの生産量でも順位を上げて現在世界第6位なんですね。日本の市場にもじわじわとその足音が近づいてきていますが、その話は後ほどします。ただ世界第6位という割にはインドのコーヒーってあまり聞かないですよね。14億人が暮らす国、ほとんどが国内消費に回っているのかといえば、実はその逆で、インドの方はあまりコーヒーを飲まないそうなんです。7割が輸出に回っています。主な行き先はヨーロッパ、最大の輸出先イタリアのエスプレッソはインドの豆が支えてきたといえば分かりやすいかもしれません。インドのコーヒー豆は酸味が少ないのが特徴で、ヨーロッパの人たちの味覚にマッチしている。一説には酸味を好むアメリカでは不人気で、その文化の影響を受ける日本では使われにくいという指摘もあるようなんですね。その輸出特化型の隠れコーヒー大国が最近コーヒーバブルに沸いています。とうとうインド国民が飲み始めました。嗜好品としてコーヒーを楽しみ始めたのは経済成長で拡大した中間層。そのニーズを満たそうと国内にはカフェが急増しているそうなんです。それに伴いここ10年ほどの間にインド初のコーヒーチェーンが続々登場、急成長しています。彼らの次なる目標が海外進出、展開先として熱い視線が注がれているのが日本なんです。代表格がブルー東海、3年前海外初の焙煎所を日本に構えました。場所は栃木県の矢板市です。
今年4月都内に日本初出店も控える予定です。一方で人口が減っていく日本は正直それほど魅力があるマーケットとは思えないですけども、目指すわけをですねブルー東海の CEO がインタビューで明かしています。それは世界有数のコーヒー消費国だから。あまり自覚はないですよね。そうですね、はい、うんうん、実は日本消費量世界第4位のコーヒー大好き国家。どのくらい飲みますか皆さん。1日2杯ぐらいですかね。1日2杯はずみさんすごい飲みますね。そうね、5杯ぐらい飲んでるかも。統計が出ていまして、全日本コーヒー協会の統計では1週間に1人平均 10.6 杯、最もよく飲むのは60歳以上の男性、およそ14杯、1日に2杯という計算。つまり人口が多い年齢層で計算が立つ消費事情ということ。そして2つ目の理由がコロナ禍に生産も始めたというドリップバッグ。衛生面問題がなく、そして自宅にいても美味しいコーヒーが飲めるようにということで、日本でもおなじみですよね。その日本でおなじみの商品や進出を消費者のニーズを満たすはずだということで、日本の展開先として考えている日本を展開先として考えています。ではそのドリップバッグのインドコーヒーを買ってきまして入れてみました。中澤さんの目の前にご用意しました。ぜひ召し上がってみてください。いただきます。うん、いい香りですよ。おー、普通にとっても美味しいコーヒー酸味がないってさっきおっしゃってましたけど、はい、そうですね、ないかもしれない。ちょうどいいです。ちょうどいいモカって感じ、はいはい、これで10パック1880円というお値段です。はい、このドリップバッグのインドコーヒーもそうなんですけど、やはり日本は世界にはない独自のコーヒー文化を持っていますよね。このドリップバッグも日本発祥、また缶コーヒーもそうです。コンビニコーヒー、あとは減ってきてはいますが喫茶店の文化も独自のもの。手軽に美味しいコーヒーが飲めるようガラパゴスに進化を遂げた日本のコーヒー事情に、さあインドコーヒーはどこまで浸透するのでしょうか。いくらだって1880円ですね。10パックで。10パックって何のパック。ピリピリ、ドリップコーヒーのピリピリという10パック1杯分ってこと。1杯分が10杯分で1880円、なので1杯188円の計算になりますね。結構高級品だね。でもしっかり美味しいですね。あ、そうですか。小澤幸喜アナウンサーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。今日は関東地方雨か雪になっています。かなりね10センチくらい降るところもあるということで、群馬山沿いでは25センチということです。謝りたいことメッセージ紹介します。福岡市のお団子さん、20代女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。小学校2年生の時、家族で大相撲九州場所を見に行った時のことです。いいですね。福岡の方だもんね。いいね、家族でお相撲、うん、解説の元力士のおじさんが通路を歩いていたので、母からほら握手してもらいなさいと言われおじさんの方へ向かいました。はい、握手をお願いしたものの、私の右手は直前まで食べていたお菓子のせいでベトベトです子供ながらに申し訳なく思い左手を出したのですが、おじさんは当然右手を出してきます。仕方なく私も右手を出しました握手して手を離す際、おじさんの手にネバネバが映ったのがはっきり分かりました心の中でおじさんごめんと思いました。最近母に確認したところ、おじさんとはあの有名な舞の海さんでした。絶対覚えてないでしょうけど、舞の海さん本当にすみませんでした。かわいい。かわいいけど気になってたんだね。舞の海さん優しいからね、きっとね。そうか、なるほどね。悪いと思って、うん、当時だって思ってたんですね。ね、当時からね、うん、そうか、うん、意外にねこういうのって舞の海さんもね覚えてたりするものですよかしら。いや結構ね覚えてるものですよ。やけにネバネバしてたな、うん、やけにネバネバしてたね。やけにネバネバするとね、その時から思ってましたよって言われるよきっと、うん、それ舞の海さん。え何今は俺の珠玉の舞の海さんのモノマネだよ。え、気づかなかった。当時からね気づいてました。ネバネバするなと思ってましたひどいでしょ。ひどいよ、ひどいよ。いきなりやってんだもんそうですよね、うん、ナイスファイト。やり始めて失敗したなと思ってるけど、うん、もうちょっとできるかなと思ったんだけど神奈川県の白髪と熊は私の勲章さん、女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。
初めての出産を終えた翌々日、私は産院のベッドでゴロンとしていました。息子は隣のベビーベッドで眠っています。その日、義理の両親がお見舞いに来てくれました。にこやかにベビーベッドに歩み寄る義理の母。その時、うわーと小さな音が聞こえました。義理の母は、あら、うわーってご挨拶してくれたの?と喜び、会ったばかりの孫の声が聞けたと何度も音を真似て喜んでいます、はい、違うんですお母さん、あの音私のおならなんですひどいね妊娠中に舌の調子が悪くなり、そうなるみたいね。自分の意思では制御できない状況が続いていました。急いでベッドに膝立ちになった時、私は意図せぬ放屁をしてしまったのです。いつもお世話になっているのに、遠路はるばる孫の顔を見に来てくれたのに、お母さんごめんなさい。ねえ、わかるね。あら、がーってご挨拶してくれたの?まあ、かわいいね。がーってかわいいわね。がーってね。うん、がーってね。そう、おならの音だったね。安住紳一郎の日曜天国。ハートのエースが出てこない。パート3のエースが今日出てこない。お聞きの放送は日曜も仕事という方に、 TBS ラジオ FM905 AM954。 時刻は11時です。この後は今日のゲスト市毛良江さんをお迎えします。どうぞお楽しみに。それでは今日のゲストです。俳優女優市毛良江さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご無沙汰をしています。そうですね、ご無沙汰で。お元気そうで。はい、元、うん、この間までちょっと元気じゃなかったんですけど元気です。どうしたんですか。ちょっとインフルエンザかかっちゃった。ああ、そうですか。結構熱出ましたでしょ。うん、8度ぐらい。ああ、そうですか。比較的、でもちょっと長引いちゃいました。そうですか。市毛良江さんのプロフィールですが、はい、静岡県伊豆市のご出身、文学座附属演劇研究所などを経て1971年ドラマ冬の花でデビュー、はい、現在もドラマ、映画、舞台など幅広く活躍される一方で、日本トレッキング協会理事、環境カウンセラーとしても活動されていらっしゃいます。はい、なんとなく東京のイメージなんですが。いや、東京です。ほとんどほとんど東京。ほとんどでも、まあ、生まれたのが静寺という伊豆半島なんですけど、はい、で小学校までいて、ええ、でも親もこっちの関東の人間だったんで、なんかなんでしょうね、ちょっとこう仮住まい的な気分の小学生でした。静岡で。そうそう、修善寺なんですね。修善寺温泉なんです。いいところですよね。家に温泉があったんですよ。家に温泉があった、で三つ編みの先濡らして学校行ってたっていうね、変な子だった。どういうことですか。大体変な子ですけど。いや、あの三つ編みの先、お風呂に入ってから行くからここ濡れてるんですよ。なるほど。それをいじめられたりしてました。いじめられて、とかって言われて、小学生で朝湯して、そう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 、気持ちいいなって、そう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 、いいですよね。今も行かれます修善寺。時々はい行きます。大人になって行きますとまた本当に今全然違いますよね、こんなに狭かったんだってびっくりしますよね、いろいろなものが。ちょうどあのお寺のとこと、とっこの湯でしたっけ、道とかあんなところバスが通ってたってどういうことだろうと思いますよね。まあでもね、昔ながらの温泉地ですもんね。そうですよね。未だに変わらない。あの祖母が引っ越したって、私たちが行った時だから、かれこれ100年前、祖母がその、はい、そのうちが引っ越した時の50年前になんか行ったらしいんですけど、その時にだからうちが引っ越した時に祖母が、はい、50年前と変わんない、私はここにカゴで来たって言ったらしいんですね。カゴでお嫁さんに来た。でそれからもう60年ぐらい経つんですけど、はい、そこからして、あのごまかしちゃったもうちょっと経ちますね。まあいいや。そうなんですけど、100年以上変わってないってことなんです、やっぱり当時からその町割りというか、そのてか地形が変わらないから変わりようがないですよね。まあ、川沿いにねですの町だから、もう江戸時代とほとんど変わらない景色が今あるってことだと思う。そうですよね。そんなとこで育っちゃった。昔のフル地図が多分そのまま使えるっていう。大好きそのフル地図。はいはいはい。そう、市毛さん昔の古地図とか、大好きです。昔の明治の遺跡とか好きなんですね。遺跡じゃないです。東京歩いてても、はい、あ、ここって昔はね、農家だったとかって思っちゃうと思うんで、ドキドキしちゃったり。もうね、市毛さんは本当もう博識っていうかね。そんなことないです。いや、それはね、もうね、ご謙遜なされない方がもうね、バレちゃってますから。何それ。いやいや、もう本当、安住さんって悪い人でしょ、こうやってね、上げて下げてね。本当に魂胆を感じるわ。で、文学座の研究所に入ったんですか。あ、そうなんです、はい。
何歳ある時ですか。一応高校出てすぐです。高校出てすぐ、あの時代が悪かったんですよ。私たちあの70年安保真っ只中なんで、はい、もう年ねバレバレなんでいいんですけど、70年安保の時が、はい、東大安田講堂の年が受験だったんですね。そうですか。で別にその東大は行きませんけど、はい、行けませんけど、いえいえ、でもなんか学校ってみんな一心投げたり棒振ったりするイメージ、はい、あのヘルメットかぶってる感じ、で女子高育ちだったんで、はい、あんな乱暴なとこ行くのはどうも好きじゃないなって思ってしまって、でも女子高出て女子大行くのもなんだかなっていう感じもあった時に、なぜかね女優さんにもなっちゃおうかなって、ちょっとその本当に浮ついた気持ちで受けてしまって、受からないよって言われて受けたらなぜか偶然受かってしまって、文学座の研究所なんて本当意外とすごい、何百倍何千倍の世界ですね。意外とすごかったらしいです。いや聞きますよ本当。で受かるはずのないような子が受かっちゃったんで、同期が全員で嘆いたと。いやいやいや、あんなガキと俺たちは芝居するのかと思ったって30何年経った時言われまして、当時実はそう思ってたんだよ、思ってたんだなってのはすごく、ああだよねっていう感じで、私もそう思ってましたから当時ピーピー泣いてましたから、稽古場の片隅で1000人に1人とか2000人に1人ぐらいってね言われた時で、高校生の時に演劇部だったりしたんですか。所属してただけなんですよ。これが困ったことに、あの宝塚ファンの集いみたいな、あの演劇部だったんですねどっちかというと見る方が好きな子たちが集まっていて、そうで放送劇っていうのがすごい頑張ってて、放送劇はコンクールに受賞したりしてて、すごいんですよ。野際陽子さんがお出になってる、放送劇を出てた。そうですか。だから本当に優秀な人たちは放送劇で、演劇部はファンの集いみたいな感じだったんで、でまあそこに来てたその指導の先輩に、なんかはい、12でもなっちゃうかななんて思うんですけど、なんか道ありますかねみたいな感じで言ったら、まあ大きいとこ行った方がいいから文学座受けなさいって、受かんないと思うけどって言われて、受けたら受かってしまったんだよね。当時は試験の内容とかって覚えてらっしゃいますか。覚えてます、いっぱい覚えてますけど、全部外れでしたね。あの例えば女の一生の知恵って娘の役があるんですよ、知恵のセリフっていうのがこうペラッと紙に書かれて、はい、あの全部ひらがなで書かれて、これを読めって言われて、でそのように読んだんですけど、はい、入ってから女の衣装見に行って解釈違ったなって思う、それはもうダメだわ。受験生としてはもう知ってなきゃいけない、まあ、みんな知って見てるはずです、みんな見てるはずのもの、でも見もしないで言ってるんで、分かりませんから、はい、なんかこんな感じかなと思ってやったら全然違ってまして、あ違ってたっていうなんで受かったかなってやっぱり思いましたねとはいえでも今振り返るとここが評価されたんだなっていうところも思い当たるんじゃないですか。いや多分ねすっごい異質だったんだと思います。異質、あの例えばちっちゃい子で喋ってたら、はい、おとなしいんだねって言われて、はい、うちが静かなもんですからって言ったりとかね。なるほど、そう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 、うんそう、うんもう演劇命の人たちの中ではもう何言ってたこいつはっていうセリフじゃないですか、バカかっていうようなことを真面目な顔して、はい、あの家族が静かなもんですから声はちっちゃいですって全然悪気なく言ってるもんですから、先生たちもぶって笑ってて、ああ落ちたなと思ってましたね。なるほど、いや相当変だったと。着せずしてこうあれですね、心の内側にボンと入ってたんですねきっとね。いや、なんですかね、わかんないんですけど今はわかりますよ、それは間違いだっていうのが、さて市毛良枝さんに今日お話しいただくテーマこちらです、はい、山あり海あり家族あり、まずは一気に紹介します。市毛良枝さん、山あり海あり家族あり、その1、船に乗った父、その2、きっかけは社交辞令、その3、私オタクです、以上の3つです。さて一つ目ですが、船に乗った父、はい、これはお父様のことですか。そうですね、はい、あの、まあ、医師なんですけど。お医者様、はい、でただ私を結構年取ってから、まあ、一人娘が生まれてきてしまって、なので、まあ、働かなきゃいけないと。で開業医をやってたんですけど、はい、耳鼻科の医師で、当時地方で耳鼻科なんで全然儲からなくて、そうですか、
で大変で、でも、あの東京行けって言って私を東京に出しちゃってたりしたので、はい、まあ、お金もかかりますよね、はい、なので、まあ、働かなきゃと思ったらしくって、とりあえず開業医は廃業しようと思った時に、はい、何かして働かなきゃって思った時に、離島と、離島と無依存と繊維という、この3つをどうしようかと悩んだらしいんですね。船のお医者さん。そうです、でまだ私が10代後半、高校の後半だったんで、はい、まあ、大学も行くだろうしっていうので、そこら辺 の、 その学費を稼ぐためにも、それから無依存と離島は母を連れて行かなきゃいけないので、はい、まあ、まだちっちゃい、ちっちゃいというか子供だし、あの一緒には住んでなくてもそばにいた方がいいだろうっていうので、母を置いていけるっていうので繊維にしたと。お父様耳鼻科の先生だったんですね。そうなんです、そうなんです、で、まあ、いろんなことをやってたんです。大病院の院長だったこともあれば、もう本当にいろんな歴史があって、結果として60何年あの現役で医師を続けていた人間なんですね。まあ、最後繊維でしたけど、あれですか、家はずっと代々医者だったみたいなんですけど、か定かではない、あの私親から聞いたのは9代続いたって言われたんですけど、ちょっとあるところで調べた時に5代って言われたんで、そうなのかなって、その辺は定かじゃないです。じゃあ江戸時代からですね、あの水戸藩の店員やった人がいるという噂です。水戸藩、はい、はあ、でもなんか市毛良枝さんに、まあね、そう言われたから言うんじゃないですけど、確かになんか、うん、何それ、うん、また悪い目してる、はい、女医さんっぽいなっていう。女医さんっぽいね。あ、でもちょっと私ね、うん、学校の先生っぽいなって思います。うん、しかもちょっと理数系っていうか、うん、そうですね、そうですよね、生物の先生って感じがする、うん、なんかね、そういうの実は勉強面白いって教えてくれたら、そういうのになりたかったなって今思います。いや、学者とか絶対好きだったと思う。お話とかなんか、うん、そうですね、書いてる、そう、佇まいとかね、佇まい、うん、そうですね、感じしますよね。でお父様が結局じゃあ市毛さんのために学費稼ごうということで、多分ねそうだと思うんですよ。他には考えられないです。そうです、まあ、やっぱり開業医って年取ってくると大変らしくって、はい、でまあ辞めようと思った時に繊維になろうと。でも結果良かったんですけど、若い人と同じ職場で働くわけですよね。それまでってあのやっぱり医者って孤独なんですよ。開業医にしても孤独だし、うん、大きな病院の院長なんてもっと孤独だから、はい、その同僚ってあんまりいないんですね。でも同僚という人がすごい、もう子や孫ぐらいの若い人たちと一緒になって船の中で、はい、まあ、いろんなことをするのがとっても良かったみたいで、楽しそうでしたよ。刺激的でしょうね、きっとね。そうです、海外なんてあの頃、それこそ海外なんて私は親はきっと一緒行けないだろうと思ったぐらいの世代なんですけど、はい、好きなほど、まあ、仕事がてら行ってて、ね、第四次中東戦争に巻き込まれちゃったりなんかしたんです。そういうことですか。あのシリアのラタキア港で日本の船が盾になって、はい、ちょっと大砲を撃ち込まれちゃったりなんかして、なんていうことが起きたり、オイルショックの頃ですよね。そうです、そうです、まさにあのトイレットペーパー争奪事件の頃に、はい、シリアでそんなことが起きてあって、でその流れ玉にテレビに出ちゃったっていう。お父さん乗ってた船が詳しいんです。私は知らなかったんですけど、仕事してたのでもうすでに、で親が母が心配して、テレビで知ってるかもしれないけどお父さん大変なのよとかって言って、と思ったらなんかその事件に巻き込まれていた。怪我人とか出たんですかね。ごめんなさい、ただあのうちの側にはなかったです。あ、そうですか。ただやっぱりあのイエローカードとかパスポートとかビザとか全部紛失してるんで、はい、帰ってくるのがすごい大変だったらしいです。あ、やっぱり本当にでも難民と同じになっちゃうんですよね。うん、そうでしょうね。なのですごい苦労したみたいで、帰ってきてからしばらくそのこと興奮して喋ってましたけど、ふーんっていう感じで冷たく、まあ、子供はねちょっとねわからないから、わからない。お父様は明治生まれ、大正生まれ。明治です。明治生まれ、明治の最後の頃です。もう、はい、そういう顔です。本当にめんどくさい男でした。いやいやいや、明治生まれの、ね、男の人はね、不適切には程があるっていうレベルじゃないですよね、きっとね。まあ、誘っててもない。でもね、割とね、なんだろう、ロマンチストだったので。そうですか。あのフェミニストでした。なんでうちちょっとめんどくさいのは、あの、愛とはねとか人生とはねは全部父からなんです。ちょっと厄介なんですよ。どう、ね、なんだろう、ちっちゃい3つや4つの子に向かってね、人間とはこうこうこうでねとかね、愛とはねとかって言われるともううわーって泣いちゃうわけですよ。意味わかんないから、わかんないけどなんか大事なこと言ってるらしいと思うともへーって泣いて、すごいめんどくさいうちでした。もうきっとですね、吉井さんが、まあ、小さいことはもう一人の、まあ、女性として見てきちんとこう愛とはと、だから結構正しいことをこういっぱいつ
言われたんですけど、それがよく作用したかどうか分かりませんね。ややこしい子になりました。明治生まれのお医者さんがお父さんっていうのはちょっとなかなか今ではね、なかなか、はいはい、その関係はないですもんね、はい、面白いですよ。祖父の話とか結構笑えますよ。馬で往診から帰ってきたとかね、はい、なんて話もうだから時代劇かっていう感じです。だっておばあちゃんが修善寺にカゴでお嫁に行ったっていう話が、お嫁じゃないですけど、旅行で行った時にカゴで行ったとか、だから本当にちょっと数代、ほんの数代、見えるところの人なのにもう江戸時代だったりするんですよ。すごいな興味津々。お母さんはどちらの方なんですか。横浜生まれで、横浜生まれ、はい、でご実家はご商売は、祖父がイギリスアメリカ人の貿易商の何ていうんですか、個人商社の番頭さんみたいな、日本人番頭やった、はいはい、だから当時英語喋れた人らしいんです。もうじゃあでまさに横浜 の, そういうその外国人ばっかりのエリアに住んでいたので、はい、母はまたこれめんどくさいぐらいにモダンな人だったんですよ本当に東京はね田舎だったのよとか平気で言うんですよ、横浜のがね都会だったのとかって、そりゃそうですよ ね, 当時はね、西洋が最初に入ってきたのは横浜なんで、なんで東京田舎だったのって平気で言ってましたから。しかもだってお父さんがね、横浜の外国人の商社の、まあ、従業員というか番頭だから、はいはいはい、今でいう日本人総責任者みたいなことですよね。隣近所はもう本当にそういう華僑の人とか、はい、いわゆる亡命のロシア人の人とかがいたみたいで、はい、すごい環境だなと思います。それはもう多分見るものや聞くものっていうのが、そうなんです、当時の日本の最先、超最先端ですね。もう結構ややこしい母でした。でそこで育ったのがお母様だ。そうです、そうです、そうです。そのハイブリッドがほら一芸一芸さんだからさとても納得します。とても納得するよね。文学座受かるよね。いやそれは変で受かったんで、逸材です。相当変に目立ったらしいですから。いやでも結構特徴のあるご両親のもとに育ったっていうのは途中で気づきますか。そうでもないですか。最近気づきました。最近気づいた、相当ですね、まあ、最終的に母はそこを全部全壊して、はい、この世を去っていきましたから、あ、えらい大変です。全開っていうのはですから、そういう隠してたことを全部オープンにして日常を送って、はい、人生を終えていきましたから。あ、じゃあやっぱりあれですか、一芸さんの子育てしてる時よりももっともっと奔放なお母さんの。あ、全く違う人です。もうその私を子育てした時代は まだ日本の母のふりをしていた感じがして、でもそれでも私、いとこたちを結構真面目に育てたらしくって、はい、私の時には何もしてないって言って私が文句言ったことあるんですね、はい、いとこたちをすごい真面目に育てたって言うけど、うん、私の時何もしなかったじゃないって言ったら、はい、飽きちゃったのよ子育てって言われたんでいいですね、一人娘だよってどういうこと思いますよ ね。いや、まあ、でも子育て飽きたってどういうこと、あっけらかんとね、はいはい、いとこたちの時は楽しかったとか言われて、それはない。でいとこは感謝してんです、おばちゃんに育てられたって未だに言うんですね。です、逆にいとこだったからむしろこうちょっと責任感じてっていうか、こうしっかりしなきゃっていう、まだ若かったから一生懸命やったっていう失礼な。あと小さい時に家で鼻歌が賛美歌だったすいません、はい、ちょっとそういうだから父がクリスチャンで、母がミッションスクールで、そうですか、横浜ですもんね、はい、横浜でまさにそういう環境だったので、まあはい、うちで鼻歌は賛美歌でした、ね、普通にね、それ別にかっこつけるわけでも何でもないという、いや他の歌歌えないのですよね、はい、小さい時にそれしか聞いてなかったからっていうことですよね。さて市毛良恵さんにお話を聞いていますが、2つ目、きっかけは社交辞令、はいはい、これはどういうことでしょうか。これは登山ですね、40で登山に出会ったんですけど、まあ、これ父 その死が一番影響してるんですが、入院したその救急病院の先生がたまたま山好きだった、はい、で日常生活でこう散々そのお話を伺ってて、まあ、父が他界した後でご挨拶行った時に、はい、まあ、皆さん那須の皆さん連れて山行くんですなんて話を散々聞いてたんで、はい、今度ナースの方たちと山行かれるとき私も誘ってくださいませんかって、まあ、なんていうのかな、まあ、半分社交辞令、うん、はい、まあ、半分は行きたいと思いつつ行ったら、いきなり連休2つあるけどどっちがお暇ですかって聞
かれちゃって、あ、もう手帳開いて、はい、その場で、その場で、はい、でそのちょっと業界的に、あ、いつか行こうねとかね、今度ねって言われて、そうですね、そのうちねって言ってて、そのままかもしれないぐらいの気分で聞いたのに、手帳出されて、どっちがお暇ですかって言われると、引くに引けない ですねみたいな感じで、わかりました、じゃあどっちか開けますみたいな感じで、はい、でもまあ行きたい半分かなり大きかったんで、それまでは登山はほぼしていない、全くしていない、女子校ですからそんなものはもう全然、後で聞いたんですけど山岳部があったらしいんですけど、そんなことすら知らなかった、女子校時代ですから、はあ、40歳で初めて、じゃあそうですそうです、はあ、でまあでもちょっとその、まあ、伺ってた話が楽しそうだったのもあって、このチャンスを逸したら一生行かないなって思ったんで、行きたいなって思ったから言ったんですけど、はい、うん、そしたら実現してしまって、それでまさかこんなに人生変わるとはちょっと思ってなかった感じです。楽しかったんですか？めちゃくちゃ楽しかったです、最初が。あ、そうそう、人生で初めて楽しいと思うことに出会ったって思った。そうなんです、あの、我々のその業界って荒ぶる業界だったので、はい、お酒を飲むとかタバコを吸うとかが遊びのなんか主たる感じで、お酒もタバコもしない私は、お前は 何が楽しくて生きてるんだって散々言われてたんですね。別に楽しくないで、かっけいこととかもなさる先輩たちも、ゲームとかも、でもそれも楽しくないしと思って、みんなが楽しいこと私は楽しくないんだって、ずっとそれが引け目だったんですけど、みんなが楽しいこと楽しいんだってことが見つかっちゃったわけですね。みんなでもないですけど、あのかなりマイナーですけど、ここに仲間がいたって、それでちょっと本当にこんな楽しいこと世の中にあったんだって思っちゃって、ハマってしまったんです。40歳で見つけたっていうか、はいはいはい、これなんだっていう、はい、で40だったからよかったなと思います。きっともうちょっと若くていったら、まあ辛かったし、でもまあ綺麗だった、うんっていうだけで終わってる気がするんですけど、うん、まあ、それなりに人生の辛酸も、ね、はい、あの分かる頃になって、はい、分かる時代に行ったら、うん、その小さなあの高山植物がこう風に揺れながら頑張って張り付いてる姿とかにね、頑張ってるね、偉いね、私も辛いけど頑張るわみたいな気になるわけですよそこら辺でハマった気がします。山はどこだったんですか？それがね、ハイキング程度って言われたのに、北アルプスのつば九郎岳と常念岳というのの重層だったんです。2700いくつと2900いくつ、ほぼ3000、3000メーター級の山を、はいはい、近いところにハイキングって言われて行ったんですけど、それぐらい無知だったので、ハイキングなんだと思って、でもな、山小屋2泊のハイキングって珍しいよなとか思いながら行きましたけど、はい、それはいきなりスパルタでしたねそうでした、そうでした。でもそれがでも正解だった気がします。多分高尾山ぐらいだったとすると、ああまた行けるかなっていう感じで、そんなにはまらなかったと思うんですけど、こんなとこ二度と来られないと思うと、うん、やっぱりその見るものすべてが、はい、感じられることだし、で降りてきたら一人じゃ行けないから、うん、また連れてってほしいと思うわけですよね、はい、そうやってどんどんはまっていった気がするので、なんかちょっとそういう私に合った遊びを40という絶妙な時に与えてくれた気がします。でもいきなり2900メートル、重曹ってのは尾根から尾根に、あの、はい、山の中を泊まり歩くという、ね、もうだってスキーだって、はい、スキー合宿とかそれ行けませんっていう女子高生でしたから男子と同じその蚕棚に泊まるなんてとんでもないみたいな育ちをしてるんで、はい、あらやだ山小屋泊まっちゃった。体力的にはいきなり行って全然大丈夫だった、大丈夫だった、辛かったですけど、はい、辛かったですけど全然大丈夫だったのが、はい、それもやっぱりその体力ないと思ってたし、うん、運動能力ゼロだと思ってたんですね、はい、そんなのになんで女優になっちゃったかなっていうのがちょっとおかしいんですけど、でもそういうその肉体に何の自信も持てない子が初めてそんだけの山に登れて元気で帰ってきたっていうのは、はい、ちょっと体力ないっていうのも自分の思い込みだったかもしれないって思ったんで、うん、それがなんかこう自分自身の持ってる能力を今まで使わずに勝手に自分で制限してただけなんじゃないかなっていうふうに気づくきっかけになっちゃった、はい、意外にできた、意外とできた、私できる子だもしかしたらみたいな、うん、それ初めてそう思えて、で次々いろんなことやり始めたら、はい、毎回ビギナーズラックでできるんですね、うん、そうすると私ってもしかして優秀みたいな気になるわけですよ。そうですよね、初めて
できないことがね、できないと思ってたことができるってやっぱりいくつになっても嬉しいですよね、はい、嬉しいです、もうそれを開いてくれただけでも山には感謝です。でその後はなんかトレッキング協会の理事やったりとかして、やっぱりその辺はね、市毛さんのやっぱり、インテリジェンス、一度私ロケでご一緒した時に、高尾さんってあの山伏の修行されてる方がいらっしゃって、本当に運よくっていうかごくごくたまに本当に山の中を修行されている山伏の方とすれ違う時があるんですよね、いや現代で令和の時代にこんなことがあるのかって思う、いや本当にあの一人で修行されてるんですよ、本当に山から突然わさわさっと降りてきて、山伏の方がでわーっと思って本当に天狗が出たみたいなところなんだけど、いやすごい体が筋骨隆々とした修行僧なのよ、もうね出てきてさでわーっと思って、ちょっとこっちはさもうなんかあの初めての文化体験だからさ、なんか気の利いたことを言ったらいいのか黙ってた方がいいのかとかよく分かんないからさ、なんかもう情けなくおずおずとさ尻込みするばかりなんだけどさ、 そしたらさロケの一行についてた市毛さんの顔を見るなりさ、ああ市毛さんって言ってほらトレッキング理事だから違う違う友達だったんです、友達今あの代表です、代表ですか、高尾さんのあのお寺の一番偉い人になっちゃって、一番偉い人になっちゃって、そうだって高尾山の山の中をさ自在に修行してる山伏が来てさ、なんかホラガイ吹いてんですよね、ホラガイボーボーなんてさわーっと降りてきさ、そして何事かと思ったら市毛さんってどうもどうもどうも見てるの仲良しかっこいいかっこいいと思ったよね、本当にあの方偉くなっちゃったんです、山伏のマブダチだったんだもん、マブダチです、ぜひ行ってあげてください、喜びます、すごくないすごくない、俺それ見た時にすごいと思ってですね、尊敬しちゃいますね、山の中での、ポジションがすげえと思って、いやいやそんなことはないそんなことはないさて今日は市毛良枝さんにお話聞いてますが、はい、山あり海あり家族ありおしまいは私オタクですということですが、はい、そうなんです、自覚がなかったんですけどごく最近に気づきました。いやなんか今お話聞いてるだけでやっぱり一つの物事にぐっとこう掘り下げて、そうなんですよね、いろいろ知りたい調べたい、それは普通と思ってたんですけど、どうもそれは傾向としてオタクだったってことが、本当に半年ぐらい前に分かったんです最近ぐっと熱中してることは何ですか、登山以外で、ちょっとたくさんありすぎて言えないぐらいです、はい、ちょっと言えない、たくさんありすぎて、たくさんありすぎて、番組終わっちゃうんでいろいろじゃネットで調べたり本読んだり、っていうかそうですね、数限りなくもうどん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 そこから広がっていくので、広がる一方で、はい、挙句の果てにそれがつながっちゃうんですよ、人脈が全部つながって、さっきのその、山伏が山でつながっちゃうみたいなぐらいのことが次々起こってきちゃうので、フィールドが違うところで知り合いが知り合いで、誰と誰が最初に知り合いだったか分かんなくなっちゃうっていう感じなんですそれは楽しいです ね冒頭で少しお話ありましたけど、明治以降に入ってきた西洋建築、あそうなんですよ、これまたねここ話したらもうこの番組終わっちゃいますちょっと短く大好きなんです、あのレンガ造りのもうレンガ造りとかもっと隠れキリシタの建物とか、もうそのいろんなことが妄想が広がる建物が大好きで、特にちょっと西洋に関わるところが大好きで、ちょっと限りなく妄想し続けて、見に行っちゃって行っちゃうし掘り込んじゃうし本読んじゃうし、はい、でここでどんな暮らしがあったんだろうとか、そう想像したりするのが大好きで、それでこの仕事になってるのかなってちょっと思うぐらいです。こう架空の状況でこう、そうですね、それを再現する楽しさ、だから向いてないと思ってたんですけど、気がつけば頭の中忙しいので、そういうことが結果として、この向いてない仕事50年もやってるのかなっていう気がします。だからもうあれじゃないですか、ちょっと明治時代からあるようなレンガ作りの昔の商社紹介的ななんかとこ行ったら、もう自分がそこで働いているその何役になっちゃって祖父の下で働いてるのかもしれないですね、っていうようなことをきっと仕事でやってんだなみたいなのが、そうですね、最近ちょっとそう思い始めました、お宅に気がつくのもつい最近だったんで、なかなかいろいろ自分に気づくのに時間がかかる人間のようです昔の建物を見に行くの面白いですよね、楽しいです、もう本当に直にあの日生劇場潰さないでみたいなの日生の偉い人に直訴しちゃったこともありますもん、いいですよね、あれ壊さないでほしいです、ちょっとね高層ビル便利だけど、全部そうなっていくのはっていう感じありますよね、あの東京建物園でしたっけ、はいはい、知ってます知ってます、あの各地の昔の建物集めてるところとか私も好きで、
たまに行ってましたね昔。そうで、こっちうちの近所にそれにゆかりのあるごあのお家があったりしたんですね、はい、そこがもしかしたらその方が亡くなったとこかもしれないずっと思ってたんですけど、建物園に行ってこうよく調べたら違ったんです、はい、すごいがっかりしたんですけど、でもそれはそれじゃないです、近いものがあって、で今亡くなっちゃったんですけど、その建物も、はい、でもそう近所にもそういうものいっぱいあるんですよ、その昭和の頃の匂いがする建物とかね、大好きです。だから東京歩いてても、いいですよね、はい、これは甲州街道だわとかね、甲州街道の前にあった農家だわみたいなことを思っただけでもうワクワクしちゃう、いいですね旧街道のあの道の細さとか、はい、建物は違うのに、はい、でもそれを踏襲して建て替えてる、はい、今の建築、ここ絶対農家みたいな決めつけをして、ね、はい、あとこうなんか道路側に面しているあのこう設置している距離が短いから、あこれはきっと税金の関係で設定したのかとか、そういうのありますよね、ありますよね、ドイツなんてそうですもんね、そうですよね、でうなぎの敷地面積だけで税金取られたから上に広がってるとか、ね、広がってるとか大好きそういうのいいですね。トレッキングとかもこうしながらこう、そうなんですよ、歩いてるとそういう目線で見られるし、それから歩くスピードってそうやってものを考えながら歩けるので、うん、限りなく広がっていくので、いいですね、はい、東京でもいくらでも歩けます。私コロナの頃に、はい、旧東海道を歩いてみたいと思って、一度一緒に行きません？いや楽しかったですよ結局川崎までしか行けなかったんですけど、はいはいはい、もうテンションすごい上がっちゃって、わかります。で車を基本に作ってないんで、人のスケールで作ってるんで、そんなに歩いてても疲れたりしないんですよね。あのこう三車線道路反対側行かなきゃいけないとか、信号が何回も止まんなきゃいけないとかいうのがないんで、まあ、あの整備されてるとかは変わってしまいましたけど、すごい楽しかったなと思って。楽しいですよね、本当に。もう自分でも1日3万5千歩ぐらい歩いちゃって、あもう歩けちゃいます、私もだってやりたいことするために2時間歩いて行ってましたから、だから往復4時間。あの頃は人に会わないためにはどうすればいいって言ったら歩くしかないわと思って、いくらでも歩けると思って。いやそうちょっとねぜひ興味ある方おすすめで、で家に帰ってきてからその江戸時代に東海道をその行く人たちの注意書きのなんかガイドブックみたいなのがあって、今日が乗っちゃってそれも取り寄せて調べたんですけど、1日目は張り切ってたくさん歩きすぎるから注意することって書いてあって、それ登山と一緒です最初飛ばさないことが鉄則です。はい、普通に400年前の注意事項に当てはまっちゃってさ、人間って変わんないんだなと思って。そういうことですよね。今日の日曜天国はゲストに市毛良江さんをお迎えしています。今日お話しした部分も含む市毛さんの著書、73歳一人楽しむ山歩きが角川から税込み1650円で今月28日に発売となります。30年間山を歩き続けてきた市毛さんが自然の中で自分を見つめ直す喜びを綴るエッセイ、ぜひご一読ください。俳優業しながら執筆大変だったんじゃないですか、はい、もうね、こもり生活が大変、本当に、はい、こもり生活というか引きこもってました。あ、こもって、はい、こもってました。あ、こもりって、はい、子供はいませんよ大丈夫です家にこもっていたということですね、はい、これから社交ダンス、はい、それから楽器もトライしてみたい。あ、まあまあ、まあ、いろいろなんですよ、オタクなので、死ぬまでにいろんなオタク道を突き進もうかなと。でも社交ダンスもかなりやってらっしゃるんですね。まあちょっとそこそこっていうかね、なんねとか言ってごまかして、何でもやりますよ市毛さんは。そうですね、何でもやりますよ。実はダンスが好きだったってびっくりしちゃいますよね。そうですよね、全然気づいてなかったですね、自分のダンス愛みたいなものに。見るの大好きです。見るの好きで、見るの大好き。宝塚お好きですもんね。宝塚好きでしたし、だからスケートとかもそれで好きだった、はい、だから見るの大好きだったんですけど、はい、自分がやるなんて思ってもいなかったんですけど、やりだしたらまた楽しくなっちゃった。そうですよね、そう、いつ始めるかなんて関係ないですもんね。ですそう、そんな遅いなんて関係ないから。そうなんです、今からプロにならなくていいんで。でも実は目指してるのはプロのダンサー目指すって市毛さんね、ストイックっていうかね、そう、あのね、もうやるってなったらすごいから、そう、ね、もうその集中力と根性、ないんですよ根性は。だからもう社交ダンスやるって言ったらもう最終的にはプロになりたいとか、 そういうとこまで行っちゃう。できればね、同じになられる、ずっとしもしかしたらこれから多分メジャーリーガーとかになる可能性ありますよ
一芸よしえホームラン打つっていう。確かにすごい、いや、分かんないよ、何やるか分かんないから。本当だ、本当ね、一芸よしえさんとね、市原悦子さんはね、本当分かんなかった。何言ってんの、何言ってんの。いや、その市原先生、市原先生のポテンシャル、ね、一緒にしないで、本当すごいな。あの方はすごい方です。いや、もうね、あのね、本当芸能界の叩き上げっていうか、もう叩かれ続けてきた女優さんたちの、そのよく名前間違えられてましたけど、いやいや、この時代の人たちのね、もうね、時代に一緒じゃないから、もうびっくり、うん、なんかね、東郷平八郎とかね、そういう感じの、多分ね、そういう人たちの、もう抵抗します、先輩ですから。すごい、ありますよ、メジャーリーガーあるんですね。あります。マスターズってつけば何でも OK ですよね今日はゲストに市毛良枝さんを迎えしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。安住紳一郎の日曜天国、人生は山あり谷ありモハメドあり。お聞きの放送は TBS ラジオ FM905 AM954。 天気の悪い日曜日です。雪がね、かなり降っているということですね。八王子のあたりでも降ってるのかな、今日は謝りたいこと、あれこれそれさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。息子が幼稚園児だった頃、お母さんは何歳と聞かれ、私はお決まりの、いくつだと思うを投げかけました。はい、これありますね。すると息子は、翔子先生と同じくらいと言うではありませんか。翔子先生は当時27歳、私は37歳でした。嬉しさもあり、そうね、それくらいよと答え、素直だった息子はそのまま信じたようでした。はい、それからしばらくして盲腸になった私は入院、手術となり、お見舞いに来てくれた息子が私のベッドに貼られたカードを見つけました。そこにはしっかり37歳と年齢が書かれており、息子は、お母さん間違えて書いてある、看護婦さんに言いに行かなきゃと病室から出て行こうとするのを、痛いお腹を押さえつつ必死に止めました。それくらいに収めたことを30になった息子に謝りたいです。ねえ、面白いね。お腹痛いけど止めなきゃ、止めなきゃっていうね。合ってるのよ、うん、ね、必ずね、これあるよね。そうね、子供は残酷だからね。そう、なんか年取ってるっていうことに対してものすごくこうがっかりするんだよね。いや、それはさ、ほら、あの、今はなかなかそういうこと言えない時代になったけど、なんか生物の根源にあるんだよね。あの、自分の身を守ってくれる人の先が短いって思うとやっぱり不安になるから、先の長い保護者の方にすり寄っていくんだよ。そうですか、だから若いお兄ちゃんお姉ちゃんとか元気とか、そういう声が高い人とかの方に寄っていくんだよね。それは自分の保護者としての可能性が高いからだよね。だからなんか年取ってると、なんかね、なんで年取ってんのとかって言ったりするんだよね。そう、あれ不思議だよね、本当ね。年取ってるっていうことで笑いが起きるときあるからね、やっぱりね。そう、すごくなんか若々しく見えるのに、いや、実は私96ですみたいな。そう、なんかね、そういうのあるみたい、人間の根源の中に ね。そう、あの、別に悪いことじゃないしさ、面白いよね。大体あるもんね、これ必ずね、子供に年ごまかしててさ、後で本当の年齢が意外に上だったっていうことになって子供が泣いたとかね、で、親でブチ切れたって話あったもんね、なんかね、江戸川区の懲役230年さん、ありがとうございます。ありがとうございます。学校で教員をしています。学校の先生、はい、定期テストを作るとき、選択肢問題の正解を全部あにしたことがあります。不安になって答えを書き直した生徒もいたかもしれません。今更ながら申し訳ないことをしたと思います。面白い、これ不安になるよね。全部あ、いや、こんな重なることないなと思って、多分間違ってんだよななんて言って書き直すっていうね、ごめんなさいっていう。川崎市のペデストリアン長谷川さん、女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。先々週、祖母の家でエビワンタンを作ったのですが、このエビワンタンを気に入った祖母から、残った分は冷凍庫に置いていってと言われたのですが、私が持って帰って食べてしまいました。翌週、祖母の家に行ったら、先週作ってもらったワンタンの残り消えちゃったのよ、どこにもないのと悲しそうに話します。ごめんねの気持ちを込め、その日のご飯もエビワンタンにしました。
孫効果で美味しい美味しいって言ってくれてるけど、さすがに飽きてきてるかなって思うんですが、全くそんなことはなく、3日前もエビワンタンを作ってきました。5週連続エビワンタン。もう私はエビワンタン職人です。いや美味しいんだよ、ね、きっと大ヒットなんですね、エビワンタン。よかった、喉越しも良さそうだし、ね、うん、うん、エビワンタンって何？ワンタンの中身がエビってこと？そうだよね、美味しいよね、いいですね、エビトゥルンって、ね、布袋屋さん清水区の方ありがとうございます。先ほど番組で横浜に行ったら赤い靴の歌を歌いたいという話になりましたが、実は赤い靴の女の子は清水の子で、美保のすぐそばの日本平に赤い靴の記念碑が建てられています。次に清水に来る際はぜひ立ち寄ってみてください。そんなとこでつながった？赤い靴履いてた女の子って静岡の清水の子なの？偉人さんに、偉人さんに連れられて行っちゃう子。麻布十番はなんだっけ？そのキミちゃんっていうモデルになった子はこの辺りで育ちましたとか、そんなような感じのお話が、銅像が立っています、ね、いやわかるよ、あそこの駅のところね、じゃあ何、静岡の清水生まれで麻布十番育ちで横浜の港から出港したの？出港してたの、うわーすごい個人情報、激動の人生、激動の時代、安住紳一郎の日曜天国、壁に耳あり障子に目あり常時に目ありビリアンリー、起きて繁盛寝て一郎、FM905AM954、 お聞きの放送は TBS ラジオです。TBS ラジオ安住紳一郎の日曜天国、約2時間のお付き合いありがとうございました。それではディック・ミネさん、旅姿3人男に乗せて今日の当選者の発表です。日天オリジナルの歌の当選者は埼玉県狭山市の道に迷う人迷っちさん、千葉県浦安市きなこもっちっちさん、名古屋市もちもちミックスさん、長崎県佐世保市ピーナッツガールさん、鎌倉の門やんさん、カルピスセットの当選者は川崎市のうさぴょんぴょんさん、仙台市のお風呂上がりのワイシャツさん、そして笑いで咳が止まらないさんです。皆さんおめでとうございます。ちょうど今お聞きいただいているのが、私が静岡清水に行くと必ず東海道線の中で歌ってしまうという旅姿3人男ですね。そうなんですね、うん、やっぱり函館に行ったらはるばるって歌いたくなりません？です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 よね、うん、その気持ちと変わらないんですけどね、うん、うん、あんまり皆さんになんか、うん、理解してもらえなくて心閉ざしてます。閉ざしてます。それではいい日曜日にしてください。それではごきげんよう、さよなら。さよなら。毎週日曜朝10時から生放送、安住紳一郎の日曜天国。3月3日のゲストは自動車生活ジャーナリスト加藤久美子さんです。メッセージテーマはメガネにまつわる話。皆さんからのお便りお待ちしています。